はい、それでは今日は電動クロスバイクの紹介をしていきたいと思います。キャノンデールのクイックネオという自転車になります。真ん中のペダルの周りにモーターが入っていて、手前の太いところにバッテリーが入っています。ボッシュのパワートレインを使ってますね。こうちょっと乗らせてもらったんですけど、これ反則ですね。もう完全に反則です。もう自転車じゃないですね。なんかちょっとした原付バイクに乗ってるような、本当にそんな感じの乗り物です。これを自転車と言っちゃっていいのかどうか微妙なぐらい、ちょっと押すだけでぐんぐん進んでいきます。街中の歩道とかを走るには最強な乗り物じゃないでしょうか。バッテリーは積んでますけど、パッと見普通のクロスバイクにしか見えないという見た目もかなりイケてる自転車です。